せっかくやし、じゃんけんしよう。いいんじゃん、ほい。あー、行こうでしょ。うちの勝ちや、やったー。ん？後出しなんてしてへんよ。してへんってば。宵宮役の上田かなです。はい、最初の印象はツイッターでめちゃめちゃ盛り上がってるゲームだなっていうのが第一印象でした。サービス開始前から私の周りのゲーム仲間が原神めちゃめちゃ楽しみだよって話をしていて、でサービスが始まってからもう新しいキャラだとか新しいストーリーが出るたびに、みんながとても楽しそうに原神の話をしているなっていうのが印象的で、確か上半期のツイッターのゲームのワードでランキング確か1位とかなんですよね。なので本当に面白そうなゲームだなっていうのはありました。で実際にゲームの画面を見て思ったのが、ゲームをしているというよりは実際に自分がアニメーションの中に入ってプレイしているような感覚を覚える、本当に素敵なグラフィックだなって思ってます。はい、ヨイミヤはやっぱり天真爛漫で関西弁ということで、私が最も得意とするキャラクターの一つではあるんですけれども、実際に演じていてちょっとおせっかい焼きでね、いろんなところに顔出したりとか、他のキャラとの絡みとかもとてもなんかやってて元気がもらえるキャラクターでしたね。まだボイスが発表されていない段階から、このキャラ上田さんだったらいいなとか、上田さんの声で再生されるっていうコメントとかを勝手にいただいてたりして、皆さんのお眼鏡にかなうように一生懸命演じないといけないなって収録前から思っていました。収録前後の変化は、収録前は結構お調子者のキャラかなって思ってたんですよ。もうテンションも高いですし、いろいろね、いろんなところに顔出してちょっとトラブルメーカー的なところもあるのかなって思ってたら、実際はめちゃめちゃ真面目で、自分の仕事だったりとか街に対する思いがとても強い、とってもね、誠実な女の子だなって思いましたね。似ている部分はやっぱり関西弁を喋るところでしょうか。まあこうやってお仕事してるとね、なかなか素の関西弁って出ることないんですけど、普段プライベートでは家族では関西弁で喋りますし、大阪の友達とかと話してるとバリバリの関西弁やっぱ出ちゃうので、そこは一番の共通点ですね。で似てないところ。私は宵宮みたいにいろんな人の手助けになることってなかなか難しいな。結構めんどくさがりだったりするので、宵宮っていろんな人を助けるというか、もうそうやって人の世話を焼くことが好きな一面もあるので、ああいうところは、まあ、今は違いますけど見習いたいなって思いますね。気になるキャラクターは、ゆくあきと謎の神、やはり気になりますね。まあ、ゆくあきは皆川淳子さんがやってらっしゃるということで、きっと素敵な少年なんだろうなと思って、もう私、皆川淳子さんが昔からとても仲良くしていただいていて、尊敬する先輩であり、本当に仲のいいお友達であるので、今こういう状況でね、なかなか一緒に遊びに行くことができないので、ゲームの中だけでも一緒にプレイできればなって思ってます。あと、謎の神はリエちゃんじゃないですか。リエちゃんのキャラ弱いことあります？どうなんだろう。まあ、原神の、ね、キャラの質もまだそんなに詳しくないんで、あれなんですけど、なんかもうリエちゃんが後ろについてたらもう100人引きだなって思うので、この二人はめちゃめちゃ気になるキャラですね。そうですね。私、昔から MMO って結構やるんですけど、冒険以外にも友達とワイワイ喋ったり、街の一角をなんかホームみたいにして、そこでワイワイ喋ってるのとかってめちゃめちゃ好きだったんですよ。なので、冒険以外にも、そうやって語り合ったりとか、まあ、スローライフみたいな生活をしてみたいなって思います。世界観がね、すごくふんわりして楽しいので、お散歩するだけでも、とっても楽しそうですね。はい、宵宮、皆様と一緒に旅をさせていただいているでしょうか。
きっとこのインタビューが流れる頃には実際に私もその世界で冒険を始めている頃だと思います。あちらでお会いしたらぜひ一緒に遊んだりとか気さくに声をかけていただけると嬉しいです。これからも一緒に原神楽しんでいきましょう。ありがとうございました。それでは宵宮役の上田香菜でした。バイバーイ。ほんなら行くよ。いんじゃんぽい。買った？分けた？